クイズをお願いします。はい、お願いします。はい、初めてテニスをしようと思ったきっかけは何でしょう。おお、きっかけなんだろう。松岡修造が好きだった。あ、でもそういう類の。あ、そういう類の。聞いたことない。やべやべ、ボケたつもりがやばかった。一発当てとる。ってことは女子じゃない。女子か。クルム、あ、シャラム伊達。年代的にはクルム伊達。違います。え、誰、あと出てこない。ダブルアチドン。お蝶夫人。そういう方が近いです。そっち。あれ誰、あれ何の漫画の主役誰。なんだっけ、お母さんだっけ。お母さん。なんだっけ。え、ごめん、名前が出てこない。答えお願いします。はい、テニスの王子様の菊丸くんになりたかったから。そっちかい。あれ、そんなもん。テニスの王子様ってそんなもん。年齢的にドハマりしたず。小学校の下の方の時。あー、そうか、自分の年齢今感じた。俺高校とか中学だったから。俺もいい大人だったから。わかりました、リカちゃん、ありがとうございます。王子様ですね。